なんかいいですよね。やっぱなんかこう行って安定感がありますよね。ここのブレない感じ。やっぱすごい練習したんですか。はい。一日どれぐらい練習するんですか。なんかそのアプローチを直してる時は、うん、一日中同じことずっとやってました。ずっと他のクラブに見らず。はい。すごいね。素振りとかもいっぱいする。家とかで。家は何もしない。家はしない。はい。もうじゃあもう練習って決めたら練習で、はい、帰ったら帰ったで。もう寝るだけ。切り替えて。はい。ああ、なるほどね、うん、なんか切り替え上手ですね。よく言われます。うん、話しててもなんかこうパンパンっていうなんかスイッチが上手だから。本当ですか。うん、うん、自分では何も思わない。くよくよするとちょっと長い。長い。意外に長いです。くよくよするの。あの全然ダメな時とか。ああ。試合になると試合になると本当くよくよするのかな。うん、はい、練習場でこうなってる時もありますね。うん、なんか試合になるとなんかでなんかスイッチが入ってなんか大丈夫。大丈夫、うん、あるのねプロのね。高一の顔。え？30だよ。31になるもん。やばい、倒れそうですか今。すいません、なんかもっとすっごい若い。え、嘘。そうなんですね。すごっ。そう。だから、はい。完璧じゃないですか、うん、ドローがかかりすぎない。だってウッドってかかりやすいじゃないですか、はい、低くちょっと戻ってくる。ちょっと風もこっちから来てるからうんあんまりかかんない。かかんない、はい、今年の目標はありますか。そうですね、あのやっぱりリランキングで、うんうん、後半戦に出ることだったんですけど、なんかそれはちょっとクリアできそうな感じに、はい、なったから、やっぱり来年のシードを取れるような。シードをね、はい、お、シードを取ろう。取ろう。シードを取るぞ。優勝すると来年のシードをもらえる。はい。お、うん、今シュート。ちょっと。止まんない。止まんない止まんない。うまい。いいんじゃないですか。おお、やっぱラフの分だね。いや絶対強い。当たれ。姉ちゃん、いい、もうこれぐらい、はい、よいしょ、
じ、入れ、入れ。ワンブレイク早いね。ワンブレイクって何ですか？なんかキュッキュッみたいな。強かったからそのまま2回行かないで。キャットレディースやる大箱根カントリーって、はい、わかりますわかります。あそこで、うん、だったんですよね。小学校5年生とか小学校5年生の時、うん、それはもうレギュラーティーでやってて、何でやったんだろう。シロだったと思います。すごいね。お水入れますか？ありがとうございます。この入れ方に感銘を受けたらしい。ロイヤルカップ確かに買える。確かにあのヘッドボトル試合に出てる時に、はい、ギャラリーが結構いたりとか、はい、まあ結構大変なギャラリーがたくさんいるじゃないですか。すごく応援っていうかパワーになることもあると思うんですよ、はい、見られてるなって緊張することもあれば、はい、どうですか？あ、でもなんか林に入った時とかに、うんうん、こうやっぱ近くで真後ろとかで見られる時あるじゃないですか。その時はあのもう集中しようって思ってちょっとなんていうんですかね、やっぱ狭いところをこう通していかなきゃいけない時とかはちょっと緊張しますね、うんうん、ティーショットとかパッティングとかアプローチとかそういう普通のは全然緊張しない、はい、なんかパターンの時とかはナイスって言ってもらったりした方がやっぱり盛り上がる、はい、気分も上がっていくし、はい、まあ、次のショットにもつながっていくみたいな。ボギーでも励ましてもらえてる時とか。なるほどね。なんか結構あーみたいな、なんかもう聞こえるじゃないですか。あーみたいなあるけど、あーみたいな時とかも、まあ、まあ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 頑張ろうみたいな。なるほどね。このピン位置はないですね、なかなか。ピン短いので余計になるか。ただすごい傾斜きついです、はい、これどっから狙うんですか？木の上？左側ですね。あ、3本の木の3本の木の一番右よりちょっと右。あ、傾斜こうですもんね。はい、そうです。これ強烈だよ。うわ、完璧じゃない？あそこから流れていく。ちょっとフックしちゃいましたね。
皆さんご視聴いただきありがとうございました。水のオープンが5月24日から27日までザ・ロイヤルゴルフクラブで開催されます。前売り券の入手方法は概要欄とコメント欄から皆さんチェックしてください。私も当日応援に行きます。皆さん YouTube のチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではバイバーイ。